カンボジアの大会 FC でジェネラルマネージャーをさせていただいてます吉田健二と言います。カンボジアの国内で貧富の格差がすごい大きくて、若い人たちがすごい頑張っても報われないという閉塞感があると思うんですけど、それをサッカーを通じて本当にちゃんと努力すれば正しく評価されて、カンボジア国内だけじゃなくて世界でも価値を認めてもらえるというストーリーを体現して、みんなに伝えたいというふうに思ってます。場所、道具、コーチっていうのが今不足している状況で、その中で僕らができることとしてやっぱりボールをまずは、プレゼントする。で、さらにそのワンチャイルドワンボールの一環でコーチも、いろんなところで派遣をして教えるっていうところを、やっていきたいなというふうに思っています。それをまだ僕が多分こちらの日本の皆さんに伝えきれていないと思うので、それをもっともっと伝えて一緒にやりたいと思ってもらえるようなちょっと仕組みを作っていきたいと思いますので、サッカーのトップチームだけじゃなくてそういった活動にも注目をしていっていただければと思います。ワンチャイルドワンボール。